皆さん、おはようございます。マーティン、ダーノミヤクンーイ、金太くです。えー、PE の昨日はサウスポー対右の対決、大島由かさん、小林あゆみさん、マギコさんの対決、桜井真由子さんですけど、勝ったのは大島由かさんだった。私好きです。はい。最下位、次回上停止というか、球場は小林あゆみさん、桜井真由こさん、ワイドカードです。これでもう出そっちゃったんです。次回はいよいよ、チカちゃんとゆいちゃん、直接対決なんです。楽しみです。その相手は下家さんです。はい。どっちかが勝たなきゃもうダメです。これは、はい。 もう、わかりません。もう、ゆいちゃんが勝ってほしいです。というわけで、ゲイがゲイがい実は、大岡産業の結果を言います。残念ながら、ゆいちゃんが残念ながら連覇ならず、姫路ラが29回目の優勝次優勝すれば30回目の優勝。これはもう、国民栄誉賞間違いなしはい。国民栄誉賞を取ってもおかしくないほどの結果。し、なんで姫路ラ栄サ賞関連うららも信新語流行語大賞に入らないのか。おかしすぎます。はい。 新語流行語大賞入るべきで初期姫事裏関係、ボーリング関係も新語流行語大賞入ってほしかったです。今年の新語流行語大賞はショータイムとリアル二刀流大谷翔平の年でしたね。はい。気になる今年の漢字は果たしてどうなるでしょうかはい。楽しみでございます。はい。まあ、大加産業ゆいさん、残念な結果でしたね。仕方ありません。まあ、皆さんも頑張りました。以上です。バイバイ。